バスケットオークラジオ、はい、第143回目バスケットオークラジオを始めさせていただきたいと思います。本日もお送りするのは岸とキリです。どうもこんばんは。こんばんは。キリさんすいませんリスナーさんには全く分かんない話なんですけど過去史上初、3回目の収録、143回目だけでね、回目の収録なってます。本当にごめん。なんかね、消えちゃったんかな、はいはい、上書きしちゃったんかな、なんかね、データが空っぽやったんですよ。いやでもよかったです、142と144に来てるんですよね。そう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 、よかったなと思って。それはだそうやな、あれ全部消えちゃったらえらいことやからね、はい、えらいことです。特に144なんかはえらいことですよね。そう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 、まあ、リスナーさんに説明するとね、こう2本撮りしたんですよね、はい、この前ね、はい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 、一発で143、144を撮ったつもりやったんですけど、143だけがないで、144はあるん で、まあ、その前に142回目を撮ってたんだけど、はい、僕はちょっと体調崩してて、はいはいはい、で収録ちょっとできてない、あ、編集ができてないよ、はいはいはい、ですんで皆さん聞いてる143、142、3、4はこれ一発でボボボッと3つ上がって皆さん聞いていただいてるかなと思うんですけど、はいはい、どこまでの話でしたっけ。もう3回目収録となるとちょっと忘れちゃいますね確かに忘れちゃいますね、冒頭確かね徳上さん連絡くれましたよね。あ、そうですね、この辺をちょっと紹介したんちゃうかな。はい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 、徳上さんからのメッセージを紹介させていただきます。はい、カーニバルで、ね、見ていただきありがとうございました。僕らカーニバル行ってたんでね、友と一緒に。で、うちの大輝は12月の神戸市選抜の選考会で落ちてしまいました。あららららら。その時にドゥルーリアム君と塩光君、1年生の選抜が1年で選ばれましたと、はい、で2月の1年県選の選考会では西区1年生大会と重なり、ドゥルーリアム君は欠席でしたと。でドゥルーリアム君と大輝はミニの時西神戸で同じチームでした。ね、西神戸だから結構優秀な選手を輩出してますよね。そうですね、これはアンダー14に入ってる、佐野雄星君とかね、はい、同じく西神戸出身の、藤井雄星選手、はいはいはい、神戸視線に入ってますよね、はい、それからドゥルーリアム君、大輝君なんて大活躍してる選手がたくさんいますよね。本当ですね、いい指導者がいるんじゃないでしょうか。どうも。なるほど。はい。こんな、徳上さんのメッセージを紹介したところで、今度ちょっと鬼塚行きましょうか。鬼塚行きましょう。ねえ、鬼塚、ごめんね。これ3回目の話、同じ話になっちゃうんですけど。はい、大丈夫ですよ。1日目、僕ら、はい、2人で見たのは1日目だけやったよね。ほんで、2日目の1戦目は、キリ見に行ってんな、はい、そうです、報徳戦を見て、うん、それでまた関東帰りましたね、はい、鬼塚って神戸でやってんのね、まあ、天ヶ崎やけど本当ですよね、まあそうですよね、第38回ですよ、第38回すごいよね、はい、能代カップはこれで第30回なので、あ、歴史はこっちの方が古いんですね、こっちの方が古いんだね、はい、しかし強いチーム集めたね、男女ともに本当ですよ ね、女子なんてもう岐阜城が来てましたからね、岐阜城来てんねんもんな、まあ、はい、優勝候補の最右翼でしょ、ここ、まあ間違いないですよ ね、いや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 、はい、いいチームをバスケットボール兵庫県バスケットボール協会さん呼んでくれましたよ。いやそれはね、一見の価値ありって言ってね、東京から飛んでくるやついますよ、そりゃなかなかいないと思いますけど ね、はい、多分キリさんだけでしょまあ良かったです、この試合見れて本当に良かったです ね、ちょっとこの辺紹介していきましょうか。はい、行きましょう。まず鬼塚、はい、1日目の育英1回戦、はい、はいはい、富田高校でした。富田高校ですね、これ富田高校どっから来てるんですか。これ岐阜県の、とこから来てますね、新人戦で優勝して来てます。あ、岐阜といえばさ、はい、岐阜農林とか美濃加茂が有名だよね。間違いないですね、自分もその2つしかちょっと知らないぐらい。ということはさすがのキリさんも富田高校知らず、はい、富田高校知らず、でも調べたらやっぱり2勝1
敗で、並んだ状態で、得失点で優勝したっていうことですね。そういうことなんや。はい。でやっぱり僕ら見ましたけど実力あるよね。実力ありますよね。バランスもいいですよね。その目立った大きい選手っていうのはいないんだけど。はいはい。190センチが一人だけいるんですよね。あ、そうなんだ。はい。細っこい子。そうですそうですね。そんなにガッチリしたブリッとした子じゃないよね。はいはいはい。でもしっかりアウトサイドもできるようなセンターちゃいます？まあそうですね。でね、僕その富田高校見てて思ったんですけど、はい、あ、富田高校のそのセンターの選手見て思ったんですけどね、はいはいはい、近頃小器用に外回りできる子いるじゃないですか。はいはい。サイズがあるのに動けるよっていう子いるんですけど、はいはい、いやそのサイズを生かしてペイントエリアで暴れる子、はい、しっかりパワードリブルついショートコーナーあたりからしっかりパワードリブルで中に入ってき、はい、そしてセンターの使うステップワークでフェイクでかわして中入ってくるみたいなね。はいはいはい。ああいうこうリム周りの器用さを持った外できる小器用の子、はい、これが今ね貴重になってきてるんじゃないかなと思うんですよ。いやかなり貴重ですよね。本当に少ないですからね。そうやね。小器用に外できる大きい子っていうのが今まで貴重やったんやけど、はい、もうこのご時世やっぱりそれだけではなくやっぱりインサイドのステップワークしっかり持ってるっていうこの富田のセンターは良かったですね。良、はい、かったですね。だから藤本くんがもうちょっと小器用になったようなね、はい、あ、そうですね。ああいう感じちゃいます。そうですね。藤本くんのインサイドはもうバリバリいいもんあるからさ、はいはい、あれができる外っていうのがやっぱり魅力やったなと。ああ、まあまあそこが輝いたところですよね、やっぱり一番、はい、そういうふうに思いました。で結局、はい、結果はどんな感じでしたっけ？忘れちゃいました。結果は最後もう10点開くか開かないかぐらいで最後までもつれ込んだけども、うん、育英が最後勝ったっていう勝利的な感じでしたね。なるほど。やっぱり育英としては僕びっくりしたんですけど、この前、この前の前かな、はいはい、やっぱり1年生で、ああよかったですね。うん、そのスタートを張れる年っていうのが出てくるとちょっと俺、はい、胸騒ぎすんねんって言ってたと思うんですけど、いや間違いないっすよそれね。え、蓋開けてみたら、はい、20番台をつけてる選手が2名いてて、はい、あの子知らんけど誰みたいなことになってね、2人でちょっと大騒ぎしてたんですけど、はい、まさかのスタートに1年2名入ってました。入ってました。びっくりした。びっくりですよね。諸事情がちょっとあるんやろか。いや、ないと思いますよ。ないですか？誰も怪我とかなかったでしたっけ？はい、1戦目はないですよね。別にそうでしたっけ？違うやん、はい、小島選手怪我してたんちゃう？あ、そうです ね小島選手がちょっと怪我してますね。そうやんな。だから小島選手怪我してなかったら、はい、その1年生は外れてるかもしれないけれども。そうですね。ただ、はい、その1年生がこのチャンスをものにしてましたね。見事にものにしてましたね。特にもう1戦目なんかもう何でこんなに入るのっていう、もう堂々としたもう感覚ありましたからね。そうやんな。はい、名誉なことなんでお名前紹介お願いします。はい、ストーリーウェアが、21番をつけてました。井上瑠斗くんですね。井上瑠斗くん、僕ら怪物って紹介した子やね。はい、そうですね。過去側の怪物、はい、はい、去年の井上慶翔くんの弟になるってことですね。なるほどなるほど。はい、うーん、もう一人が22番をつけてました。22番をつけてました、うん、フケシュートくん。フケシュート、はい、はい、滋賀から来てるみたいですね。そう、滋賀から来てんのか。あ、滋賀の内出なの？阪神の内出じゃなくて滋賀の内出っていう風に聞いてるんですけどね。阪神の内出もありますもんね。あるあるある。はい、滋賀から来てるんですよね。なるほど、すごいな。ということは全中を経験した子が2人今スタートで出てるんか、はい、そういうことになりますね。い
いやいや、キリさん、それでもね、過去に全中経験してるプレイヤーとかいっぱい行く来てますけど、はいはい、まあそうですね、スタート張るっていうのは難しいよ。いや、なかなか、しかも一気に2人ってなかなかないですからね。なかなかない。これは20年に1回ぐらいちゃいます、はい、ほんまですよ ね、 ね、20年前あったかしら。あったような気もするな。でもまあ強い時代になるんちゃいますかね。まあそうです ね、 ね、底上げされてまた上も危機感を持ってっていう、今一番いい状態じゃないですか ね、 ね、はい、あとセンターやね。もう藤本翔輝伸びてる ね、 ね、伸びてますね。ぐんぐんいってますね。もうぐんぐんいってる。フリースローもだいぶ改善されてるし、だいぶ良くなってますよ。良くなってる。本当になんか入りそうやな、フリースロー。ほんまに新人戦の時ちょっと大丈夫かなってちょっと思ったんですけど、全然良くなってますね。ねえ、ちょっと打ち込んでるんやろな、はい、なんか安心して見てられるフリースローになってるし、はい、ちょっと守りでファールが込むのがね、気になるところですけれども、あれも、まあ、そうですね、ちょっと無駄なファールがちょっとまだありますね。そうやね、無駄やねんけれども、はい、やっぱ頑張ろうっていう気持ちが前出てるから、ああいうファールになっちゃうんやけど、気持ちがいつも出てますね。もう最高に気持ちいいですわ。そうやな、コツやな。あとは、はい、もうここダメっていうところにいかにうまく守っていくかとか、はいはい、うん、その辺なんだろうなと思うんですけど、はい、まあ1戦目富田は10点差ぐらいで終わって、はい、2戦目が愛知県の愛三大工業ですね。うんうんうん、うん、昔の東海工業っていうやつですね。そうなりますね。愛三大工はちょっと面白いゲームやったね。もつれたよね。いやー、もうもつれたというか、育英がほぼずっと負けてる状態でしたからね。うん、追っかけてるような感じで、どうなるんやろうっていうような感じで見てましたけど、うん、まあここもそんなにとびっきり大きい選手って一人ぐらいで、193が1枚いるぐらいですもんね。あ、そうやったよな。はい、でややこしかったのはあの7番よ。7番ややこしかったっすね。ちょっと変なシュートフォームやね。シュート打ったら足が前にボヨーンって飛び出してさ、はいはいはい、ものすごい危ないシュート打つねほんで、まあ、守ってる側もね、お腹のあたりに足が来るようなシュートやから、はいはい、まあ危ないし、打った自分もようこけてましたね、打った後。まあそうですね、あれは危ない。ドッテンドッテンこけてて、いやー、やっぱりこう前に飛びながら、しかも足がボーンって前に出るから、はい、うん、すごい距離前に動くシュートやけど、またこれが大当たりしとって。そうですね、スリーもミドルもめちゃめちゃ入ってましたよね。でですね、途中からもうガーン来ましたけどね。あ、まあ、この子も身長は低いですよ。170ぐらいです。 はい、あれはブロック行きづらいわ。ただ安定的に入るシュートかと聞かれれば、僕はちょっと違うんじゃないのかなと思ったりするんですけどね。はい、まあ、ちょっと苦しいシュートですよね、どっちかって見てると。なんかやっぱ力が足りてないから、ああいう格好になってるんじゃないか、もしくは、うん、シューティングをね、間違いない、打ち始めた頃に、まだ慣れてないのに遠くから打ってると、ああいう子がそうだったりしますよね、まれに。まあ、そうですね、でもここの監督、あれ、うん、有名な監督なんですよ。お、そうなんですか。はい、沖田誠って、多分みんな知ってるんじゃないかなと思うんですけど。僕、世代ですわ。ですよね、うん、湘南工科大ちゃいます。はい、そうです、そうです。日本体育大学からのっていう感じですね。ぬらみ先生の先輩じゃないですか。そうなりますね、僕と同期か1個2個上ぐらいだったかな、沖田って。もうそうですね、大体それぐらいの世代、ちょっと上ぐらいとかですよね。いや、すごい。もしかしたら湘南工科の前じゃないですかね、相模工大かもしれません。沖田選手、はい、名前が変わる前だったかもしれないですよ。いや、湘南工科大でしたよ。湘南工科大ですか。間違いない。ね、ユニフォームを覚えてます。ブルーで稲妻のついてるユニフォームでしたね。あ、そうです、そうです、そうです、ね、間違いなくあれ着てたのは沖田選手でした。僕はなるほどです、ね、動きのモノマネまでできるぐらい結構ファンだったんです間違いないと思います。本当ですか。なるほどですね。そうか、沖田選手が、はい、愛さん見てんねや。そうなんですよ。もともとは湘南工科の
顧問をやるっていうところの話まではあったんですけどね、うん、あ、そうなんだ。はい、まあいろいろありまして、うん、まあこっちに愛知に来たっていう感じですね。気になるわ、いろいろまあここはね、後でオフレコの時に教えてもらうわ、はい、なんかいろいろあったんだよね。はい、なるほど。でこれは4ピリまでもつれるようなゲームやって、ずっともう勢い追っかけてて。そうですね、最後の方はどうなったのか教えてください。最後はもう3ポイントがガンガン勢い入り始めて、一気に逆転きたっていう感じでしたよね。そうやった、そうやった。はい、で出だしが入らんかってんな。まあそうですね、あの出だし入んなかったですね。福家修斗くんのあのシュートがちゃんとチャンスメイクして、綺麗に打つとこまで行ってるんだけど、シュートがなかなか決まらず、あれは打ってもいいシュートだったよね。間違いないですね、セレクション全然悪くないですね。悪くないね。うわ、こんな打たされたシュートみたいなんじゃなくて、しっかり打って入らない、10の1ぐらいやったんちゃうかな。そうですね、ちょっとあれが逆だったら全然展開変わるんで。そう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 、はい、あれはあれで OK ですよね。うん、だからそのぬなみ先生もシューター上がりやから、はい、やっぱりこうシュートが入らなくても打つシチュエーションを作ってやるっていうことまでがまず大事で、はいはい、でそこできっちり打ててる間は変えないよね。そこが合格ラインを超えてるんで。まあそうですね、いうことでしょうね。であとここを下げるか下げないかっていうのはもうコーチの判断やし、はい、まあそうです ね駒の、まあ、どっちかっていうと、うん、見てるとやっぱディフェンスで下げたんじゃないかなって。なるほど、私思いましたけど、はい、なるほどなるほど、はい、でもほとんど前半下がってないんちゃいます？3ピリぐらいで下がったかな。そうですね、 1,2 ぐらいはずっと出てたでしょ。はい、で3ピリちょっと下げてってことですよね。はい、いやー面白かったね。残り何秒ぐらいやったんかな。何秒ぐらいやったんかな。まあ、でも1分切ってたりしたと思うんですよね。うん、切ってたよ確かに。うん、まあ正気の3ポイントがありの、うん、最後宮田翔の3があって劇的でしたね。あれちょっと感動しましたよ。そうや、宮田翔の3感動やったね。うちの娘もね、はい、一緒にそのゲーム見てたんですよ。はいはいはい、やっぱりこう恥ずかしいんかな、慣れてないしね、はい、ギャラリーに座って見てたんですけど、はいはい、残り1分切ったあたりからもずっと立ってましたね。あー、それぐらいのゲームでしたか。 うわー言うて盛り上がってましたね。はい、いいもん見せてもらいました。いや、あれ1日目の、まあ、最高な勝ち方っていうか、うん、スカッとした試合でしたね、あれ。そうやね、はい、今のとこ育英のディフェンスなんかはマンツーでやってるのかな。マンツーで1回だけちょっとプレスっていうか前から張ったのを見たと思うんですけど。やってた、やってた、一瞬やってたような気がしますね。はいはい、まあ、いろいろ試しながらやったんでしょうね。で、まあそうですよね、2戦目の大事なところといえばやっぱ4ピリで、はい、過去側の怪物ルイト君が怪我しました。はい、そうですね、ねえ、はい、ちょっと大きそうな捻挫やったね。ちょっと痛そうでしたね。本当に歩けないって感じですもんね。そうやな、右の45度からペネトレーションして、はい、1人を破って2人目をかわすときに左足を踏み込んだときにボリンと、そうですね、足首を壊してましたね。あれ体重乗ってるし、はい、痛いんちゃうかな。いや、上から見てても痛そうでしたね、あれ、ね。はい、どれぐらいで回復してくるかっていうこともね、これからも遠征続くんでしょう。やっぱりそうですね、彼の戦力っていうのを見とかんと育英高校としてもね、まあ、うん、ここは焦らずゆっくり直すしかないですよね。そうか、しっかり直さないな、はい、やっぱり捻挫癖なのかな、はい、そうですね、まあそれでなんとか予選を1位で通過して、はい、次の翌日2日目は決勝トーナメント、決勝と、そうですね、1位同士の戦いっていうことですね。1位同士の戦いですよね。はい、でそこで、あ、トーナメントじゃないんか、もう1位同士の戦いか。そうですね、そうですね、でも決勝になるんや、1発目が。そうですね、うんうんうん、ほんで2戦目が3位決定戦になるんだ。まあまあそうなってしまいますね。うーん、はい、で決勝を見たんや。はい、
まあ、見ました見ました。どうやった？ポートストイクエっていう試合なんですけども、やっぱり序盤から重い展開というかロースコアな展開で、なかなか両方とも点が取れない中で、まあ、ディフェンスを頑張り合いっこしながら、まあ、半分まで終えた時点で30対その30ぐらいのそれぐらいの、まあ、互角な展開でしたね。なるほどね。それはだいぶロースコアやね、はい、そうですね、まあ、ここからもう本当に後半もやっぱり同じような展開になるわけで、70点80点取れるっていう感じになるとやっぱり、すごく楽な試合になると思うんですけど、そうやね、はい、そうは言っても向こうもなかなかインサイドはでかいのいますし、落ちたシュートは確実ですもんね。そうか、リバウンドではだいぶ負けてましたか、はい、リバウンドも互角ぐらいだと思うんですよ。頑張ってましたか。ほうほうほう、はい、だけどやっぱり育英のそのオフェンスリバウンドの売りっていうところが、やっぱ普通の試合よりはちょっと減りますよね。なるほど、大きいもんな、はい、大きいっすよね。そうか、ほんでディフェンスの質がそんなに高いんだ。まあそうですね、やっぱり抜かれてもやっぱりブロックきますから、なかなかやっぱりそこをちょっと怖がっていけない状態にもありますし。なるほど、はい、田中先生もいろいろちょっと考えてやってるんでしょうね。まあそうですね、やっぱりドライブで割っていってもカバーも早いし、なかなかレイアップいけない。そうですね、なかなかいけないですね。もう単独レイアップはまあまあ無理って感じなんで。そうですか、はい。ディフェンスはどうでした？なんか手の内出すような、例えばね、もうすぐ総体が始まるんですけど、はいはい、そこにつながるような実験的なことはお互いにやったりしてたんですか？それお互いなかったって感じですよね。そこはやっぱり手の内を明かさず、もうひたすらハーフコートのマンツー、はい、そうですね、まあ、フルコートのマンツーもあったんですかね。まあそうです、最後の方とかそんな感じですよね、ゾーンとかゾーンプレスとかそういうことは見せずやってた。そういうことはなかったですね、高校生になってくる、これが面白いですよね、やっぱり。そうですね、やっぱりミニ、長いこと僕そばで、娘のそば見てたんで、はい、ミニとか中学生とかやったらもうマンツーしかダメやしね。そうですよね、そこの辺はやっぱり手の内明かせないでしょうね、大事な試合控えてるし高校生は。そうですね、でもやっぱりいろんな経験しておきたいですよね。相手がいろんなゾーンプレスにもやっぱ対応できるっていうのは、まあ、育英としてはいろんな招待試合に呼ばれたりとか、いろんなとこでやることによってかレベルアップすると思うんですよね。そうやね、はい、確かに経験はできたらいいねんけどな、なかなか時期的に難しいんかな、はい、そうですね、まあ、最終スコアが最終どうなった52対60で、まあ、負けたっていう感じの、まあ、そこちょっと勝ち切りたかったですね。そうやな、まあ、報徳と高専の試合もだいたい20何点差ぐらいだったんですよ。なるほど、はい、育英と高専も88対65とかそんなゲームだったんで、まあ、両チームとも高専よりは上じゃないかなと、私ちょっと見れてないですけど、高専やっぱ見ると大きくないですね、全然。大きくないね、大きくないけど、はい、早いよね。ああ、まあ早かったっすね。なんかトランジションが早い。で、トランジションっていろいろあると思うけど、はい、まあ、その切り替えという意味で、はい、その、なんていうかな、例えばよく話に出てくるのは、オフェンスのハーフコートでパスワークが早かったり、オフボールの動きが早かったりするのもトランジションが早いっていう言い方したりするんですけど、はいはいはい、高専のトランジションってこう、どういうんですかね、オフェンスとディフェンス切り替えのトランジションが早いですね。ああ、なるほど、で、エンドボールも全然もたもたしないし、はいはいはい、とりあえず前が空いてたら詰めるところまでは詰める、アタックできるところまではするみたいな。で、無理なく 80% ぐらいで攻めといて、はい、いけるんやったら行くけど、止めてまた戻して早いトランジションで、今度はこうハーフコートの中でのトランジションの速さを見せたり、はいはい、ちっちゃくても勝ち抜くぞっていう寺田監督のなんか意思が見えますよね。やりたいことというかね、チーム作りが見えるような気がしましたね。あ、これでやりきるんだなっていう、育てそうな気しますけどね、寺田コーチ。
まあいい色出しますよね、すごく。はい、まあ、有名な策略家なんでどういう手を出してくるのか楽しみなんですが、はい、まあ育英もねベストメンバーでやれたらねまた楽しいんですけど、まあでもどんなメンバーでもやっぱり育英は育英なんで、それでも勝ち越すっていうところにやっぱり大事な部分があったんじゃないかなと思うんで、これはこれでまた経験としてまた次につなげてもらいたいなと思いますね。いいこと言うね。そしてやっぱりその本来スタートで出てこなかった子たちが光り輝いたっていうのはね、すごい経験になってるよね。はい、まあ、絶対その子たちはチャンスと思ってると思うんですよ。そうやんな。はい、まあ、怪我したのは残念ですけど俺の出番だと思ってやっぱり出てきてると思うんで、そういうの大事だと思いますね。そうだね。はい、でまた、まあ、あのルイト君にはちょっとかわいそうやけれども、はい、やっぱりねルイト君が入ったってことはですよ、これシビアな裏側話しますと、はい、抜けた選手もいるわけじゃないですか。はいはいはい、ね、現実そういう厳しいところがあるわけで。そうですね、今ねベンチ控えてひしひしもうルイトが抜けてる間になんとかコーチに見てもらおうっていう選手いっぱいいますよ。いますよね、まあ、このチーム内のせめぎ合いも激しい佳境を迎えてるわけですけれども、はい、6月に誰がコートに立ってるか、兵庫県予選の決勝に誰がコートに立ってるのかなんてね、マニアな見方を帯をしちゃうわけですけれども、楽しみです、ね、はい、もう楽しみです。で鬼塚の優勝は結局報徳、2位が報徳、育英、高専ですね。高専が3位か。はいはい、まあ三冠はならんかったか。そうですね、なかなか難しいね。そうですね、うん、3連覇っていうことですよね。3連覇にはならなかったか。はい、ここでまたちょっと鬼塚を見て気になった選手のお話していいですか。はい、お願いします。ね、やっぱここはルーキー2人のお話をちょっとしたいんですけど、はい、過去側の怪物井上瑠衣斗くん、はい、まあ、今回ね残念ながら怪我しちゃいましたけれども、もう素晴らしい選手やね。そうですね、だからもうフィジカルがもう中学3年生じゃない。はい、だって鬼塚出てるってことはまだあれでしょ、育英入学する直前やもんね。そうですね、中3と高校の間ぐらい、まだ入学前の選手にしてはね、はい、もう体が高3でしたもん。はい、ボディバランスも最高にいいですもんね。いいよ。それからトップ力がすごい。はい、ボールハンドリングもいいし、はい、体重移動もいいし、はい、体幹も強いし、はい、めちゃくちゃいい選手だったんですよ。いいっすね。ただ一つ気になったことあります、はい、あのねミドルをねもうちょっとなんとかこうしてほしいなっていうね。あー、もうクイックネス的なところがちょっと足りないかなって思いますよね。もうクイックネスなジャンプシュートをしかも高確率で決めていってほしいね。はいはいはい、もうでこれはやっぱりレベルが上がってくるともうやっぱりランニングプレーが多いんですよ。ルーキーが覚醒して目覚めて輝く時って、はいはい、どうしてもランニングプレーが多くて、はい、そのレイアップとかリム周りから離れた場所、はい、ペリメーターエリアって言ったりしますけど、はい、このエリアでクイックなジャンプシュートを打ってほしいなって僕ちょっと思いましたね。その辺のスキルってどうやって鍛えるのか僕も分かんないんですけど、やっぱり、まあ、交えたシューティング、はいはいはい、これもボールハンドリングの一つやと思うんですよ。突くだけじゃなくて、はいはい、まあ、シュートを打つ直前のドリブルを早く強く突く、はい、そしてファンブルせずにきっちりキャッチしてショットまで持っていく、はいはい、この反復をやりまくれば、はい、ゲームの中でももうすでにボールハンドリング、ドリブルワークをしっかりしたもん持ってるから、はい、もっといい得点力を持った選手になるんじゃないかなと。そうですね、もう毎回毎回見るたびに成長しててほしいですね。あ、いいね、いいね、はい、ここ一つ、はい、あ、もう一つね、あのフケシュート君のシュート、はいはい
はい、抜群にええわ。いいっすね、名前のごとく。いいっすね、抜群。シュートくんやわ、あの子ほんと。はい、めちゃくちゃええシュートやね。ほんでね、宮田翔くんとか、はい、牛尾慶斗くん、はいはいはい、にもちょっと話したんやけど、腰から上、はい、がやっぱり微妙に前傾にならないように打ちましょうねって2人には話したことあったんですけど、バストラで。はい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 。あのね、福慶修斗くんって結構そんなに悪い前傾にならないですね。そうですね、うん、結構腰が立った状態でシュート構えれるし、まあ突き出しのドリブルもシュートなのかドリブルなのか 見分けにくい腰の立て方してるんです、はいはい、非常にいいと思うんですけど、はい、ボールをミートした後で微妙に膝が下がるんですよ。あ、そこちょっとロスですよね。そうやね、ロスやし、相手の寄りによってその膝の曲げる速さが変わるんですよね。はいはいはい、あ、ちょっとタイトやなと思ったら微妙に曲げる速さを速くしてしまって、はい、でショットが短くなったり長くなったり、ただね、まっすぐ飛んでると思うんですよ。はいはいはい、はい、だからその膝はやっぱミートしたら絶対下に下げない、伸ばすだけ。はい、そうですね。さらによくを言うと、そのミートしてから膝は伸ばすだけなんだけれども、3のラインから1メーター下がったところから同じシュートフォームでショットが放ってるかと、はい、これも3年生のウィンター前ぐらいに要求したいことなんですけどね。あえて1年生の福慶修斗くんにね、この辺はちょっと聞いてほしいな、聞いてたら嬉しいんやけどね、言いたいなと思いましたね。あと完璧じゃないんかな、ほんまに、うん、今の状態の中だったらやっぱり合格レベルだと思うんですけど、やっぱりこれからもっともっと強いチームと戦っていく上においては、やっぱり一つディフェンスの課題と、うん、あとはちょっとその突き出しのドリブルが歩いてるように見えちゃうよっていうところはちょっとありましたね。それあったキリコ、それあった、はい、それとミートもやっぱりトラベリングのミートしてるような気がするときある。そうですね、うん、あれ危ないわ。危ないですよね。うん、だからやっぱミートを含めたシューティングやね。そうですね、うん、ミートほんま大事やね、ほんまに、うん、大事ですよ、うん、それでやっぱり変わってきますからね。変わってくるよ、はい、うん、まあ、このルーキー2人にねちょっとこんな話をしてみたいなと思ってたんですよ。できてよかったです、はい、よかったですね、うん、さてさてコーナーをね僕作りたいなと思ってて前から、はい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 、キリ君って言うたらバストラ1のバスケマニアじゃないですか。で、あ、そうすか、そうですよ、はい、で僕とかトモがそれを聞きながら、はいはい、楽しませてもらってる回みたいになってるじゃないですか。はい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 、やっぱりねいろいろね僕がダイレクトにキリ君に質問するみたいにね、リスナーさんも絶対キリに質問したいことでいっぱいあると思うんですよ。キースさん今回来てるんですよ、またリスナーさんからの質問が。マジで？はい、じゃあ俺のコーナー作ろう思ってたのぴったりやん。これそうですよね、やらせてもらっていいですか、これお願いします。ちょっと紹介させてもらっていい？これからこういう前振りでいくわ、はいはい、はいはいはい、我がバストラパーソナリティのキリ君がリスナーさんのキリがない質問にキリッと答えてスッキリしてもらうコーナー、キリギリスッキリ質問箱。これでしょう。いいですね、いいですね。この振りでこれから行きますんで。わかりました、よろしくお願いします。行きましょう行きましょう、キリさん、じゃあ早速何その質問来てるの？はい、はい、来てるんですよ。今回ちょっと神奈川県の逗子市から。おうおうおお、遠方でリスナーさんいるねんな、ほうほう。夢がもりもりさんという方から来てます。夢がもりもりさん、はい、ぜひ聞かせて、どんな質問なの？はい、全国常連校の、うん、私たちに質問したいことがあると、うん、それは今までで一番厳しかったなっていう練習と、うん、まあ、これ全国出てるからこそ、あり得るいい練習っていうのを教えていただきたいっていうところ来てますね。いやー、なんやろうね、これ全国常連校って、あのイクイコ校のことでしょうか？そうですね、まあ間違いないですね、私たち3人で来てますねこれ。ほんま、はい、そうか。ちなみにキリ君はなんかどんなのあったの？
いや厳しい練習って言ったら全てが厳しいっていうか、ね、やっぱあれですけど、うん、自分はもうこれはすごい覚えてるのが一個ありまして、うん、はい、岸さんがちょうど引退した時、宮崎インター終わってちょっと空いた時に、はい、まあ、新チームになったんですけど、その時気前よく、はい、3日間連続で休みをくれたんですね。そんなことってお前過去にあった？ないです、ないです、ないです。マジかよ、すごいなそれ。もうすごいじゃないですか、うん、すごいのに、うん、3日後、まあ、4日後ですね、うん、4日後の練習は、うん、死ぬほどお前辛い練習で、うん、ヘドが出る練習させたるからぐらいの捨て台詞が出たわけですよ。マジかよ。これでもうみんな別れるんですね、3日間。この3日間どうし、もうすごい落ち込んでるやつもいるんですよ。選手によっては。そりゃそうやわ。どうしようみたいな、もうやめたいわと思うやつもいれば、うん、自分なんかもうしょうがないから、もうちょ結構ポジティブに考えて、うん、この3日間遊びに行こうよっていうことになったんですよね。なるほどなるほど。はいはいはい。まあその休みないもんな、だって3年間もの間ないです。で、うん、どこ行くのっていう話になったんですけど、うんうん、まだまだ全然海に入れる季節だったんで、はい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 、俺だってしょっちゅう海行ってるやんみたいな、スマの海行こうよって話になったんですよ。なるほど、練習ではないスマの海。はい、練習じゃないスマの海行くのってちょっと風景違くねっていう遊び方がわからん、まあ、はい。でまあ行ったらもうこんな楽しいことないよっていうぐらい楽しかったんですよ、海が。うんうん、いつも海の中入らないんで。うんうん、そうやな。はい。で3日間まあ海行って大阪行ってなんだかんだして3日間あっという間に終わりまして、うん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 、で4日後が来るわけですけど、うん、まあ、でもこっちはすごい楽しかったんで、うん、まあその思いのまま行ったら、まあ2時間半ぐらいですかね、もうずっとハーフダッシュで、まあ2時間半超えてるかもしれないです。もう一応3人ぐらいが限界で倒れるぐらいまでやるみたいな、うわーこれ辛いなと思いながら泣きそうだったんですけど、自分ちょっとド M なんかなと思ったのがあって、うんうんうん、だんだん隣の選手とかがもうすげえ疲れててもう死にそうになってるわけですよ。うん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 。それ見たらなんかすごいもう元気が出てきちゃって。なんでなん。いやもうなんか自分も相当辛いけどもっと辛いやつがいるやんって思うと、なんかだんだん楽しくなってきて、その時はなんとか耐えれましたね。キリはね、もともと体力あったもん。あ、本当っすか。それはすっごい頭に残ってます、その3日間出してくれたのは。なるほど。岸さんも絶対なんかありますよね、辛かった練習、思い出の練習って。もう毎日辛かったけど、はい、やっぱ一番は合宿かな。なるほど。僕らの合宿ってちょっと変わってたじゃないですか。はい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 。今の子って合宿ってどっか行くんですかみたいな。はいはいはい、はい、僕もね1年生の時に合宿ってなった時に、はい、どこでってなったんですよ。はいはいはい、ね、はいはいはい、当時武器があったでしょ、3つ。はい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 。あの武器を体育館、自分のですよ、育英高校の体育館に武器を貼りまして、はい、で鈍調に、鈍調ってあの、舞台に降りる幕ありますよね、はい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 、あの幕に育英高校の校旗をバーンと貼りまして、はい、であと優勝旗をね、はい、鈍調の端っこにこう斜めに両方からバンバン立てて、はい、何この気合の入れ方みたいな。はいはいはい。でも自分の体育館で合宿をするっていうあれがね、衝撃やったんと、しんどさはもうちょうどね5本の指なんですよね。あ、覚えてます数え方。はいはいはい、覚えてます覚えてます、確か4泊5日の合宿なんですよ。はい。でパッてこう手のひらを広げて、はい、小指から数えるんですよ。はいはいはい。今僕左手を見てるんですけど、はい、小指の第1関節を1練習、午前練習ですね、はい、で第2関節を昼練、はいはいはい、で第3関節を夜練って数えるんですよね。はいはいはい。今小指から 1,2,3 と、
はい、でこの薬指 1,2,3 と、はいはいはい、中指 1,2,3 人差し指 1,2,3、はい、で、はい、親指朝練昼練で解放されるっていうね。いやー辛いなー、まあ、ほんでもう練習中もこうマジックで手を消していってですね、はい、うわ今やっと小指終わったわみたいな。いやー辛いなー、それ聞いてるだけでも辛いですね。視覚的に練習量が見れてしまうっていうね、はい、今薬指の第一関節終わったわみたいな。いやーもう聞きたくないなそれ。それがもうめちゃくちゃしんどかったのと、まあ、この内容やんな大事なのは。はいはいはい、この第一関節っていうのがもう山で、はい、もうフットワークしかしないじゃないですか、はい、ボールが出てこないっていう練習じゃないですか、はいはい、で第二関節でまあ大体こうボールを使った、まあ、個人練習的なところから徐々にチーム練習に変わってきて夜練で完全チームの練習になるじゃないですか。はいはいはい、もうねこの三段練習がもう辛くて。辛いっすね。ねえ、フットワーク終わった午前中の後にまあ今から個人練習やって夜でチーム練習のもう4ピリ終わった後のまだ練習みたいな。そうっすね、そら試合も楽やったもん真夏でも。なるほど、ちょっと嬉しかったもん試合やったら。あーなるほど、まあ指導していただくリスクはあったけども、はい、それでもあの練習に比べたら楽やと思って。間違いないですね。フットワークしんどかった。でもあの時ってほんま無敵のような体力ですよね。風呂入って寝たらもうまた動けるっていう、すごくないですか。そうやわ、だから合宿の時だけはもう朝練終わった後の昼飯、はい、あれが食えない。あー分かりますね。でもあれ食わないと昼練が長いから、はい、はいはいはい、1時から始まって2、3、4、5時、6時ぐらいまでやる、5時間ぐらいやるやんか。やりますね。あれの夜練はまだなんか知らんけどもう飛んでたんやろな。夜練の集中力しんどいって感覚ももう飛んでたんやろね。意識朦朧の中やってたけど、まあ その、はい、昼練が持たないのよ。昼飯食わないと。あー間違いないですね。食べないと無理っすわ。あーしんどかった。どんどん痩せますわあんなの。でキリが1年生の時覚えてない、山田さんが救急車1日2回運ばれたやんか。で2回目に監督怒られてたからね、はい、1回運ばれて帰ってきてんのにまた練習に参加して、はい、また運ばれる時に、はい、ちょっと誰か責任者呼びなさい言われて森先生呼んでますみたいな大変やったね。いや大変っすよね。でもまあそれがあるからこそ今の自分たちがまたあるんでしょうね。そうやって頑張れたりとか、そういう風に思わないと前に進めないよ、はい、本当に大変やったわ。まあそういう感じかな。一番きつかった練習、ね、僕はフットワークです。まあフットワーク間違いないですよね。僕引力に負けてましたもん。フットワークでスライドステップってやってる時に、はいはい、このなんていうかな、ぐにゃぐにゃ足がぐにゃぐにゃして自分の体重が支えられなくなってぐにゃぐにゃぐにゃってなってこけたりしてたもんね、はい、バテて。あーなるほど、あれはしんどかった。辛かったっすねあれ。こんなんでよろしいんでしょうか。いいんじゃないですかね。もうこれからもガンガン多分あのリスナーからの質問来そうですね。来そうですか。はい、じゃあキリギリスのキリギリスッキリ質問箱、これはね、はい、第2回3回続けていきましょう。やっていきましょう、やっていきましょう。はい、まあキリ君今日はでもこんなもんかね。そうですね。ね、鬼塚話せたね。鬼塚よかったわ。そうですね、ほんまによかったですわ。まさか3回収録させられると思わんかったやろ。ごめんな。いい、全然大丈夫ですよ。もうこれをね今からサクッと上げて42、43、44と一気に上げたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。それから順番が前後になるけど、この週末がもう埼玉カップに入ってくるかな。そうですね、明日から埼玉カップですね。明日からやな。もう今日中に絶対上げるわ、はい、そうですね、私ももう今から準備しますわ。もう埼玉カップよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとう。それでは、はい、第143回目のバスケットオブラジオはキシとキリです。
をお送りしました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。走り続けてもいいじゃない、一途な気持ちだけが光を浴びる。ゆっくりでもいいから踏み出して、前だけ見て進めばいい。他と比べ最大の近道。